後輪駆動は、車輪を有する輸送機器の駆動方式の一つで、前後の車輪のうち5車輪に動力を伝えて駆動させる方式である。逆に駆動させるのが前車輪の場合は、前輪駆動と呼ばれる。ここでは、主に4輪自動車における後輪駆動について述べる。後輪駆動は、エンジン1により、フロントエンジンリアドライブ方式、ミッドシップエンジンリアドライブ方式、 リアエンジン、リアドライブ方式の3つに分類され、差を明確にするために、後輪駆動でなく FR、MR、RR と呼ぶことも多い。また同じフロントエンジンながら、前輪を駆動するものと区別する意味で、FR のみを指して、後輪駆動と呼ぶ場合もある。トランスミッションとエンジンの搭載方法は4、w d か e f r といった改造車を除き、基本的に縦置きが用いられるが、 MR と RR では横置きも見られる。前輪駆動に比べると、後輪駆動は前輪がそうだ、後輪が駆動と前後輪の役割分担がはっきりしているため、舗装路での運動性能やハンドリングの上質感に優れているとされる。一方で後ろからの駆動で車を押すという性質上、雪動やアイスバーンの傾斜道では動けなくなりやすい。 ボンネット型の一般的な乗用車においては後部に駆動系を収める必要ゆえに居住、過失空間を取りづらいがトラックやバス、軽トラックのようなキャブオーバー型では十分に居住、過失空間を取れる上、空に状態での操縦安定性や満席サ時のトラクションの都合上、後輪駆動は一般的である。現代の四輪自動車では蒸気のような理由により、 積載性重視の商用車や乗り味を重視する高級車に広く用いられている。かつては一般大衆車でも主流であったが、近年は中級クラスまでの乗用車では実用性、経済性で有利な前輪駆動に押され、絶滅に近い状況にある。一方で2010年代後半以降、エンジンの位置や置き方にとらわれる必要のない EV が、 エコ意識の高まりとともに注目されるようになると、小型乗用車においても、後輪駆動を見直す機運が生まれつつある。オートバイ、自転車はごく一部の例外を除き、すべて後輪駆動である。フロントエンジンリアドライブ概念図フロントエンジン、リアドライブ方式とは、車体全部にエンジンを配置し、プロペラシャフトを介して、後輪を回転させる方式である。乗用車では、 比較的大型のエンジンを積むセダンや一部のスポーツカーに採用される場合が多い。多くの場合はトランスミッションとエンジンを一体化して縦置きエンジンとし、プロペラシャフトを介して作動装置が組み込まれた後車軸へ動力を伝達するホッチキスドライブ方式が採用されるが前後重量配分を適正にするためにエンジンからトランスミッションを分離して後車軸側に移動し、 作動装置と一体化させたトランスアクセルが採用される場合もある。また、日本で販売されている多くのワンボックス商用車及びトラックは貨物自体を粘着重量に利用することから FF にするメリットがないため原則的に後輪駆動となっている。キャブオーバーとしてフロントシート下にエンジンを搭載し後輪を駆動する方式の表記が自動車情報誌や 自動車情報サイトによって、FR、MR、フロント MR などと異なる場合があるが、構造上の分類は FR である。19世紀末、キャブオーバー型の MRRR レイアウトが主流であった時代に、フランス人のエミール・ルバッソールがシステムパナールを発明して、FR が生まれた。無駄に前行の高かったボディを低くできるようになった、のみならず、運動性能。 静粛性、スペース効率なども大幅に改良できる、画期的なレイアウトとされ、以降1910から1970年代頃まで、長らく乗用車の主流であった。ミッドシップエンジンリアドライブ概念図、ミッドシップエンジンリアドライブ方式とは、前輪車軸と後輪車軸の間、すなわち車体中央近くにエンジンを配置し、後輪を駆動させる方式である。 エンジン位置が、車室の前方か後方かによって、それぞれフロントミッドシップあるいはリアミッドシップとも呼ばれる。車体中央近くにエンジンを配置する方式は他に FF ミッドシップがあるが、これはミッドシップというより、前輪駆動の一種に分類される。座席下にエンジンを収納するオートバイは、基本的にこの駆動形式である。自動車がまだ発明された手で、 馬車の延長上にあった19世紀末期の自動車は、居住空間の真下にエンジンを置くタイプの MR が主流であった。リアエンジンリアドライブ概念ズ RR は、単にリアエンジンとも呼ばれ、車体後部にエンジンを配置し、後輪を駆動する方式である。ありがとうございます。